一体北極の氷が溶け海面が7メートル上がるとどうなるのか、教えて長沼先生。北極の海の氷が溶けても海面は上がらないんですよ。コップがあるでしょ、はい、コップにこう氷が入った水がなみなみあるとするんです、うん、その氷が溶けてもコップの水あふれませんから。そうなんですよ、俺ずっとそれ聞いてた。でもグリーンランドは海とは違うでしょ、もう海の上にもともとあった氷なんで、これが溶けるとみんな海に入っちゃ う、 うん、なるほど。それで海面が上昇しますね。グリーンランドの氷が溶けるとなんと海水が7メートル上昇すると言っていましたけれども、そうなると地球にどんな影響があるんでしょうか。まず身近な例からいきましょうかね。ちょっとこちらご覧ください。ズバリお台場水没。もうお台場の7メートルも高い場所ないですから、海面が7メートル上がったらこれ確実に水没ですよね。東京湾も随分と低いところがあって、そこはもうかなり水没してしまう危険性高いですね。かなりあの川沿いに沿ってはどんどん内陸深くまで水没するでしょう。お台場なくなっちゃう。お台場なくなっちゃう。この番組どうやって収録するんだよ。どうすんだよ。本当ですね。これは随分先の話なんですか。もうこれ近い将来ですよ。魚の方への影響はもうこの10年ぐらいで出てくるんじゃないでしょうか。10年、たった10年、はい、でも本当にその氷河が全部溶けてなくなっちゃうってことはあるですか。これ可能性としてあるんです。それはね、まあ、氷河ってのは地球を外から見ると白いですよね、うん、氷河は白い部分です。でその白い部分があると太陽の光を反射するんで、うん、あまり地球は温まらないですね。でも一旦溶け始めると、うん、今度黒い部分が増えてくる、うん、で黒い部分が太陽の熱をいっぱい吸収して、うん、温まってまた溶けるという、さらに悪循環。一旦溶け始めたら坂道を転がるようにどんどん溶けていくという、こういう恐ろしさがありますね。まずは第5位、北極を埋め尽くす10万頭のカリブー大移動。あ、これすごいんですよね。大地を埋め尽くす無数の動物の群れ。これはカリブーと呼ばれる野生のトナカイ。トナカイか。角だらけ。角引っかかんないのかな。このカリブーたちは夏になってツンドラの氷が溶け出した頃、およそ 1000km の大移動を開始するのだ。うわ、移動するね。その数最大でなんと10万頭。やば。びっくりするんだろうなみたいな。サンタさん何人いたらいいんだよ。この大移動を行う理由とは、大量に飛ぶ無数の蚊。かゆそう。これはなんか強力な蚊ですな。かわいい。かゆいな。なんとこの季節に大量発生する蚊に刺されるため、かゆくて逃げていると言われているのだ。え、そうなんだ。蚊から逃げてる。この大移動はおよそ100日間にわたって続くという。かゆいんでしょうね。なんか角で書いてましたよね、うん、どんな服着ても刺されますから。ダメです。え、大きくって刺す力が強いから本当にジーパンぐらいで全然ダメです。ほな刺された感覚も分かるぐらいですか。かゆい、かゆい、かゆい。長沼先生が選ぶ北極動物の驚くべき生態映像第4位、シロクマ猛腕でアザラシ狩り。わあ、見たい。シロクマの大好物といえば、うん、あ、もう狙ってる。アザラシ。逃げれなそうだもんな。アザラシ止まっちゃったよ。アザラシは氷の中の空洞で子育てをするため、シロクマはそこを狙うという。めっちゃ可愛い。近いですね、この映像。氷の中に潜むアザラシの匂いを探すシロクマ。やめて。シロクマの足の裏はびっしりと毛で覆われており、足音が全くしないという。そして、うわぁ、かわいそう。やばいやばい。なになになに。うわぁ、うわぁ、かわいそう。やだやだ。そんな、めっちゃ突っ込んでいくやん。自慢の腕力で一気に氷を突き破り、見事アザラシをゲット。うわ、すげぇ。捕まえましたね。僕わかるね。その衝撃は簡単に骨も砕くという、うん、力強いな。あ、いやだ今の。第3位はシロクマ親子の悲劇。可
氷の上でアザラシを平らげ、満腹のシロクマの母親と2頭の子グマ。めっちゃ可愛い。やっぱ赤ちゃんって可愛いですね。すると突然親子が逃げる素振りを。その視線の先には、何や、オスのシロクマが。なんで、このオスはなんと子グマを殺そうと近づいてきているのだ。マジですか。なんでなんで、どういうこと、どういうこと。実はメスのシロクマは子育てをしている期間は発情しないため、オスはメスを自分のものにするために子グマを食い殺すことがあるのだ。なんちゅうことすんねん。親子は慌てて海に飛び込んで泳いで逃げ出す。かわいい。わわ、逃げて、逃げろ逃げろ。早く早く。母グマの起点ですぐに逃げられ、オスは諦めた様子。あ、よかったよかった。びっくりした。よかったよかった。これで親子も一安心。かわいい。いや大変だね。続いて第2位、シロクマとゼロ距離の大接近。シロクマはとても凶暴なので、撮影にはいつも危険が伴うもの。喧嘩するんだ。そこで伸ばした棒の先にカメラを取り付け、極限まで接近しての撮影にチャレンジ。この方法で間近から捉えた貴重な映像がこちら。何何何。棒を使ってカメラを近づけると、うわーうわ、向こうも逃げないな。かわいい。シロクマはカメラに興味津々、気にしてますね。本来は人間や船を怖がることが多いのだが、このシロクマは怖がるどころかどんどん近づいてくる。来るね。なんで？すげー近い。若いオスの中には好奇心旺盛なシロクマもいるという。そしてついには、初めて見るからね。いや、カメラをガブリ。食べ物かな。うまく道具を使った作戦が功を奏して、貴重なシロクマのゼロ距離での撮影に成功だ。おそして先生も驚いた第1位は、アシカに逃げ場なし、海のハンターシャチの驚愕ハント。あ、シャチもすごいですよね。浜辺で遊ぶアシカたちに、いますよ。あのヒレそうじゃないですか。おるよおるよ。忍び寄るシャチの姿が、でっか、怖い。怖いよ怖いよ怖いよ。浜辺だと思い油断しているアシカを、なんと陸上に乗り上げ豪快に捕獲。うわ、パックンチョですよ。上手じゃん。上手だ上手上手。出た、シャチジョークまで入りました。ありがとうございます。さらに、うわ、投げてる。投げた。遊んでる遊んでる。捕まえたアシカをまるでおもちゃのようにもてあそぶシャチたち。ふざけんなよ。食べ物では遊ばないの。これはシャチが狩りの際に見せる行動で、この遊ぶという行為はとても高い知能を持つ証拠とも言えるのだ。わ、遊ぶってすごいな。これ知恵だもんね。映像ばっかりでしたね。最後、あのシロクマはね、もう地上最強の肉食動物ですよね。でもシロクマにもね、天敵がいるんですよ。誰ですか。シャチですね。シャチ、シャチシロクマ食べるんですか。あのシロクマ、あの普通は氷に乗って移動しますけども、氷に乗ってるシロクマに対してね、シャチが群れで襲ってきて、こう波を作ったりね、あるいは氷に体当たり食らわして氷を揺らすの。で氷がこんな揺れると、シロクマが海に滑り落ちてって、もう海に入ったらシャチの天下ですよね。うわ、賢いですね。集団で大きい波作ったりね、本当に氷に当たったりしてね。